奇跡的に出会えました。まだね、開けてないんですよ。なんかもったいなくて。多分このね、中身一緒やと思うんですけど、こういうなんかクリスマスとかに子供がもらうと嬉しかったあの頃みたいな感じ。子供の頃ってほんまにこういうのって2、3000円ぐらいするめっちゃ高いお菓子っていうイメージあったけど、600円、700円弱かな。でね、多分中身一緒やけど、巾着、まあ、領長図で最推しのね人たちはいないんですけども、全員好きやからもう誰でも嬉しい。これは全員揃えてはなくて、ビル様だけ。これも領長図シリーズで、で、ポムフィオーレ推しなんで、もう今の5章がすごいしんどくて泣いてる。でも多分このままやったら私もったいないとか言うときながら一生開けへんと過ごしそうなんで、動画撮ってるうちに開けます。え、もう顔がいい。飴が入ってるみたい。何飴やろ。え、味何味これ。ちょっとここら辺には、あ、書いてるわ。キャンディーしか書いてない。オリゴ糖、ショートリング。うん、雨やな、普通に。でも、着色料、赤キャベツ。リンゴかな？多分、これ全部一緒。で、特にポムやから、リンゴってわけじゃなくて、全員、同じ味やと思う。これは普通にお出かけの時にリップとか、モバイルバッテリーとか入れて持ち歩けるかな。普段通りの巾着として使え。あーどうしよう、こんな、食べられへん。パッケージ、もう顔いいな。え、キャラメルポップコーンやって。ほんまクリスマスのやつみたい。これはハニーコーン。これ今度飴なかった。飴の代わりに普通のラムネが入ってた。これ何のツイストでも何でもない飴。でもこのラムネが一番この中で嬉しいお菓子。ラムネ大好き。で、これは前にガチャガチャしてたやつ。イデヤシがね、2つ被りました。角太郎のマレウス様とレオナさんとグリム。動画でまだ紹介してない続きで、ツイステで言うと、これもガチャガチャなんですけど、ジェイドさんが、3回連続で出てきて、なんか嬉しいんですけど、こんだけ連続でガチャガチャ出てくるのがすごい悔しくて、本当は3回でやめる予定やったけど、プラスでやったら、次ケイトさんが出て、で、最後5回目と思ってやったら、トラッパラ、エースがね、出てきました。ジェイトさん一つはね、友達が引き取ってくれることになったので、この4つをね、また、ちょっとケースとかに入れて、保管しておこうと思います。怖い。